の犬逃げたぞ。何をするつもりだろう。気持ち悪い。吐き気がする。泣きたい。ごめんね、アッシ先生。一度に大量の変なものを飲み込ませちゃったせいで。私も含めて。この件が終わったら、プロのお直しショップでちゃんと綺麗にしてもらおう。ね。でも、今は一刻も早くここから去らないと。もう終わった？もちろん。アイバーソーの顔、鼻垂れスライムを丸々一匹飲み込んだみたいな表情だった。彼は結局、アルカニストたちの想像力に負けたんだよ。会場に偶然現れた記者たちは、きっとこのスクープを逃したりしないはず。会場は今大混乱。私たちは気軽に脱出できる。誰にも見つかったりしないよ。なんだろう。同類。私の居場所がバレるなんて、どっかでボロ出したかな。しー、ちょっとちょっと、変に吠えないで。他の人に見つかっちゃう。切羽詰まってるけど敵意は感じない。わかった、ワンちゃん。あなたの条件を言ってみて。現状から逃げたいと犬は思っています。ここから去りたいの？計画内じゃないけど、あなたを外に出してあげてもいいよ。あなたの手伝いが必要だと犬は考えています。何してほしいの？これ、一瞬で消える姿隠しの顔料だよ。道行く人から姿を消せる。もちろん他の犬もね。それか、これ、微風グライダー。両手を広げ、前足を広げた時、少しの風があればこの飛膜でどこまでも飛べるよ。それとも、あなたも会場の人たちをびっくりさせたいとか？それならこれ、振動目覚まし。周囲にいるすべてのうたた寝野郎たちの眠気を一掃。バッチリ目を覚まさせるよ。一般的にはうとうとしてる警備員の対策アイテムだけどね。さっきの犬はこっちに来た気がするけど。トロフィーを見つけた犬、絶対大ニュースだ。みんな、あの犬を追うべきだ。まずい。鼻の利くワンちゃん、早く洗濯をして。じゃあね、ワンちゃん。